帯電話には十分ご注意ください。Yeah.
中の海に生息し、海の温帯生き物を食べてしまうシジは、まさに海の王者にふさわしい生き物です。さあ、それではもう一度トレーニングに目を移していきましょう。ここからはシャチの体をじっくりと見ていきましょう。まずは右奥のプールにある浅瀬にステラが上陸します。さあ、上手に飛ばしてくれましたね。さあ、シャチたち、先ほどからトレーナーの合図をしっかり目で見ているんですが、皆さん、シャチの目がどこについているか分かりますか？シャチの目は白い丸い模様の少し前についています。黒い部分にあるので少し分かりにくいんですが、あの小さな小さな瞳でトレーナーの合図を見て、Yeah.
第2巻では混雑により長時間お待ちいただく可能性があります。お急ぎでないお客様は終了後そのままお待ちいただきますようご協力をお願いいたします。